さあ、おはようございます。今起きたばっかなんですけど、10月の8日、えー、GoPro Hero5 の発売日です。ヨドバシカメラに行かないといけないわけですが、このままだと二度寝をして起きたら昼とかいうパターンになりそうな気がしてなりませんね。電気をつけます。Oh!My!Fuck! 今日はこちらの開封といきなり今日テスト撮影ってことで乗りに行こうかなって思ったんですけど今日雨降ってるんですよ。ちょっと明日明後日で多分撮影はすると思うんですけど今日開封ちょっと内容物自分も気になることがいっぱいありますからね。 この開口をしていきます。あの、最初に言っとくと GoPro Hero 3 Plus Black はね、これ最高のカメラでした。あの、もしこれが値下がりしてるんだったら、もう一台買ってもいいかなっていうぐらいでしたけれども、もうこれ、今、Hero 3 Plus Black e d i t めちゃくちゃ高くなってますから、なんかプレミアムみたいになってますから、まあ、こいつですね、Hero 5。これがどうなのかっていうことで、いろいろと検証していきたいと思います。まず、保証書です。田島モータース。日本国内における一応正規代理店さんですね。これ、パッケージですね。 ここここのデザインが少しし変わりましたね。ね、ね、かっこいい、ね、これ、ね、単純に。防水音声コントロール安定化タッチディスプレイって書いてますねでちょっとヨドバシの店員さんもまだ本当に入荷したばっかりでよく分かってない部分が多かったですねなので一個一個自分でね、えー、確認していくのがいいかなと思いました まず、まあ、こんなは当たり前なんだけど、ザ・フレームって感じ、名前で、今回から新しくなってるんですけど、GoPro を何かしらのマウントに接続するためのね、フレームと、あとは本体、これがね、セットになってます。だから、フレームをわざわざ別に買う必要ありませんよ。なんか最初、店員さんがさ、あのフレームは買わないんですかとか言うからさ、いや、それは本体についてるんじゃないんですかねって言ったら、あ、すいません、自分もよく詳しくないんでって言うから、<laughs> おいおいと思ってね。 ま、そこら辺はヒーロー3とかヒーロー4ときは変わらないですね。ちゃんとあの、これをね、固定するためのなんかすげえ強振れてますね。これをちゃんと固定するためのものが一緒についてますから安心してください。こういうね、はい。要はここですよ。これがないと、この箇所がないと GoPro って何にも使えませんから、まあ、こういうフレーム類がですね、必ずヒーロー5にもついてます。ちょっとまた、その前にインスタグラムに上げとこう、写真を。これは生かすわ。ツべつッと。 インスタにとりあえず投稿しておきますこれ今年のエフェクトにさらに上乗せでインスタグラムのかっこいいエフェクトを乗せるともっとかっこよくなることが判明したおっなんだこれここをねこう引っ張るらしいですこうやって引っ張ってみかおー開きたおおおおおおおすごいすごい以前はこの透明なこの箱をねパカッと開けてこいつを取り出してたんですけどスポッて全部抜けましたねでこの本体を取るんですけどここにね一応 ストッパーが付いてますね。ヒーロー3プラスの時には白いやつだったんですけど、今回黒いゴムになってます。ペコっとね。あ、かなり柔らかいね。前取り出すだけでもなんかこう、一苦労な気がするんですけど、はい。ヒーロー5。ブラックエディションですね。手に入りましたよ。こういう感じの方がいいかな。綺麗ですかね。肌触りみたいなのもちょっと変わりましたね。で、これが、はい。これもストッパーかな。 ここにストッパーが一つと、おぶブレまくってる。ストッパーが一つと、いつもネジ。新しくなったマウント。ストッパーがついていて、これが外せるのかどうかよくわかんないけど、外せるけど、外すのすごいめんどくさい系ですね。でもかなり安定感があって良さそうな、こういうマウントが出ましたねちょ。ちゃんとオートフォーカスしてくれるカメラに変えた方がいいかもしれないな。で、これね、フレームですね。また同じですね。ここをパカッと開けたら、こう後ろがパカッと開いて。 かなりサイズがぴったりだな。GoPro Hero5 本体ですね。新しくなりました。重い <laughs> だいぶ違うかもな、これは。手で持ったらそうでもないけど、ヘルメットですからね、頭ですから、わずかな差が結構ね、気になったりするもんですけど、3プラスの、まあ、単純なネイキッド仕様、ね、本体のみの重量と、えー、Hero5 の本体のみの重量ね、えー、確実にこちらの方が、 重いですね。デザイン的にはそんなに、まあ、あの変わらないかな。丸みを帯びてちょっとヒーロー5の方が分厚いのが分かりますね。まあ、でもこんなのどうでもいいんですけどね。僕あんま気にしないところですね。でこのフレームですね。もうなんかもはや今までのネイキッドフレームみたいなこういう骨組みだけのやつですね。 で一応これが10メートル防水なんですけど60メートル防水のハウジングっていうかマウントハウジングかハウジングも、えー、後に発売予定っていうことでヨドバシに書いてましたね質感はだいぶゴムっぽくなりましたね前はプラスチックかなプラスチック感がはげあのかなり激しいものでしたけどこっちはゴムっぽい感じしますねこのレンズの部分もそうですし本体全体がかなりまあ 防水性能とか耐久性って意味だと良さそうな感じさそうな雰囲気ありますけどまあよかれでしょでこの内容物の箱を開けるとあってもなくても変わらないレベルのこう説明書が入ってますあ出た久しぶり見たな GoPro ステッカーですねでこれは気,気をつけてください的なやつですね注意事項とか書いてるやつです読まないやつ、まあ、あとは正直言って直感的に触って覚えろって感じがな気がしますけどあの一応日本語でねマニュアルも書いてますね はい。噂の USB-C と思われるケーブルですね見えるかね変わりましたね形状がね前ははいマイクロ、えー、USB ケーブルでしたけどもこっちがマイクロ USB でこっちの新しい方がマイクロ C ってことで形状が微妙に違いますね僕ヒーロー4の事情はちょっと分かんないですけどもしヒーロー4がマイクロ USB ケーブルかミニ USB ケーブルのどちらかだとすると今回からは使えなくなる紛らわしいですけどね非常にね はい、あとはバッテリーが入ってますね。形状がヒーロー4とちょっと変わったんじゃないか説ですね。かな説じゃなくて変わったようですよ、どうやらね。これ、利用できないっていうのは微妙に痛いね。めんどくさいというか。まあ、単純にバッテリー容量っていう意味だと、少し上がったみたいですね。1220mAh って書いてますね、ここにね。前使ってた昔の GoPro のト数がね。これが 1180mAh と書いてますので、本当にわずかだけど、 こっちの方が容量的には多いと。ただ、パッと見の外見とか、えー、重さとかね、サイズ感で言うと、ヒーロー4の方が小さいですね。あ、ヒーロー5の方が、サイズ的には小さいですね。で、えー、定番ですけど、はい、カーブマウントが1個と、あとはこのストレートタイプのマウントがそれぞれ入ってますね。いつものやつですね。はい、いつものやつ。あ、終わりか。あ、これだけっぽいですね。マジ最低限しか入ってねえな。以上で開封終わりますね。もう一回ちょっとおさらい。これ下手すぎですねで。まず本体でしょ。フォーカスどうしたら死にまくってんな。 マウントとフレームですね新しくなったマイクロ USB-C ケーブルでカーブマウントストレートマウントバッテリーステッカー関係と説明書以上です設定をいろいろとねこっちの本体の方でいじってみてですね実際にどういう風に撮れるのかっていうのを撮影していこうかなと思います本当に今日はフォーカスがひどい、えー、バッテリーとかでマイクロ SD カードを入れようと思うんですけども今回ですねヒーロー5から新しくマイクロ SD カードをちょっと変えようと思ってます 今まではね、チームとかよくわかんないメーカーとかですね、トランセンドの安いやつを使ったんですよね、まあ多分最終的にはヒーロー3プラスの故障が原因だと思うんですけど、ちょっとこっちがね、ハード的にもソフト的にも寿命が来てますね、来て,来てるんですよえ。まずハード的な部分で言うと、ここのボタンがいかれてますね。1回押しただけなのに、なんか4個ぐらい先のメニューまでババババババ,バって飛んでしまうっていう現象がもう最近、 えー、止まらなくなりました。どんどんひどくなってますね。だから、キャプチャーセッティングをするしようと思っても、そこにたどり着くまでがすごい大変で、5周ぐらいしたんですね。ビビビビ,ビビ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 ってですね、1回押しただけですげえ目に進んじゃうっていうのが1個と、あとこれは多分ソフト的におかしくなってるなって思うのが、マイクロ SD カードクラッシャーって僕は呼んでるんですけど、とにかくここで使ってるとマイクロ SD カードのエラーが出まくります。で、以前はフォーマット,をフォーマットさえすればですね、そのマイクロ SD カードは 直って、また一から使えたんですけど、もう今完璧に読み込みも書き込みも、えー、初期化もすることができないっていう状態になってるマイクロ SD カードは何枚もありますね。これが使えなくなった、これが使えなくなった、あとこのチームのクソ、クソマイクロ SD カードが使えなくなった、で、あとここにはまってるのも使えなくなりましたね。今、生き残ってるのは東芝の新潟ツーリング行くときにですね、直前に買ったマイクロ SD カードだけがまだ生きてますけど、まあこれも多分、こいつで使い続けてたらいずれ行かれて、 使えなくななくるだろうなと思ってます。正直これは2回目として活用するのはありかなと思いましたけど単純にマイクロ SD カードが死んでしまう可能性があるのであのー、怪しいですねこれねもうねなので今回はちゃんと GoPro が推奨しているこのサンディスクこれにしましたでこれサンディスクのは公式ホームページとかヨドバシカメラなんかで買うとべらぼうな値段がしてこう いやいやいいらねえだろっていうぐらいのね、9000円とか、ね、なんかそんぐらいの値段ついてるんですけど、64GB で。普通にアマゾンでトランセンドとかチームみたいな、よくわかんないメーカーよりも1000円ぐらいしか正直で変わんないですよ、1枚あたりね。前は僕も安いやつをね、選んだんですけど、ちゃんと今回は公式が推奨しているサンディスクの、これなんていうんですかね、S、エクストリーム。サンディスクエクストリーム、マイクロ SDXC、UHS1 高速な書き込みができますよっていうことで、 動作保証が GoPro でされているものですね。4K の撮影が可能です。書き込み速度とかも非常に速いらしいですね。そんなのは正直どうでもよくて、エラー出なければ何でもいいという僕はね。エラーだけ出るのは困るという。あと今回はヒーロー5になったということで、まあ、そんなに内容、中身に変わりはないと思うんですけど、ちょっとプロチュームモードを使ってみたいなっていうのがあるんですね。撮った感じの色のいじり方がですね。 あの幅が広くなるのがプロチューンモードなんですね。かなり薄く撮影をしてくれますので、色のノリが非常に良くなるんですけど、そのちょっとプロチューンモードの活用もしたかったんで、ちゃんと書き込み速度がね、えー、読み込み書き込みがしっかりしてる推奨のものを買うっていうことにしました。これが発表された当時から気になってたんですけど、ここに変な穴がありますね。これずっと気になってた。まさかここから USB ケーブル出すんじゃねえだろうなと思ってね。で、そこにもあるんですよね。このボタンみたいなのちっちゃいポッチがね。これなんかと思ってたら、 やっとわかった。これすごいスッキリした今。これを押して開けるみたいです。ここをスライドさせる。しない。<laughs> ここをこうスライドさせるらしいですね。要はロックコードなってことですね。それだけです。はい。そこもそうですね。そこにはマイクロ SD カード、記録媒体と、あとバッテリーが入る。お前、いか減にしろよ。まファッキューフォーカス。ここ、そこにね、ボタンがあります。これを押してスライドさせないと、 こっちにアクセスでできないですねで中にバッテリーとマイクロ SD カードを入れる場所がそれぞれありますねあ。前に比べるとだいぶこの中身がメカニカルになりましたね。ちょっとここは丁寧に扱ってあげないとバッテリー交換は。あんま雑にやるとちょっと怖いですね。はい。パコってはまるみたい。何気にサンディスク製は初めて買うんだけど、やけにこう厳重なこんなちゃんとした SD カードを初めて見ましたね。あれが必要か ははいはい、はい、固くなりましたねかなりねでもなんかちゃんと閉まってる感があってすごく個人的にはこっちの方が好きですね <laughs> やっとね謎が判明しましたねやっぱりここは今回からはもうこの USB-C ケーブルを使わざるを得ないようですねはい、はい、合わないフォーカスが合わない俺が黒を着てるから悪いのかなよし何でこっちにフォーカスな、ねはい <U> <laughs> 見えねえ,ねえなんだこのクソレビュー、ジャージにフォーカスしてどうすんだよ、お前。まあ、要はこのさ、接続できるところが、ミニ USB が消えて、ミニ HDMI と、あとは USB-C ケーブルと、この2つになってるところですね。ちょっと嫌な予感がしてならないのが、こう正面ありますよね。で、こっち横で、で、ここにケーブル類を挿すわけです。つまり、モトブロガー側はここにマイクを接続することになる可能性が非常に高いですね。すなわちですよ、ここ開けっぱなしになるわけですね。これ邪魔じゃね 取れなないのかなこれが取れないとちょっときついぞえ取れないのかなこれってえマジで取れないこれあれでもなんか取れる雰囲気じゃないぞ全然それはまずいんじゃないんすかね説明が簡略化されすぎててこの説明書は使いませんこれ取れないとダメじゃねヒーロー4ブラックを変え直すとかそういうのはマジで勘弁やね完全にこれはねゴムパッキンでここがね遮断されますねこのパッキンの部分がしっかりしてますので 開けるとポコって軽く音がするくらいです。こっちも行くたこっち行きますよ。ちょっとパコッと音がしますよね。それくらいこう、密閉性の高い状態になってます。これ外せないってさ、ちょっといかのコントにも程があるっていうかさ。でもなんか見る感じだとこう、外せるような隙間もないんだよね。はい、フォーカスのせいで。全然伝わりませんけど。なんかこう、ぴったりこうね、はまっちゃってるせいでね。全然外せる雰囲気ないんだよね。無理やり引っ張っ もう折るしかねえのかな、これってね。もう折っちゃうから。折っちゃって、俺専用のね、モトブログ専用機にした方がいいかもしれないですね。あー、勝手ーな、これな。怖いね。あうわ、びっくりした。よかった。そういうことか。はい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 。やっぱ、さすが GoPro スね、ちゃんと考えてあります。あの、ちゃんとこれ取れるようになってますね。今まではただパカって外して終わりでしたけど、今回はちゃんとここに金属のフレームが入ってますね。ここにねはめ込む感じですね。これをパコってね。 だからちゃんと何もしなくても加工せずとも取り外しもできますしつけっぱなしもできます安心しましたでそこにまあこれじゃなくてねマイクアダプター 3.5mm のマイクアダプターが新しく発売されますのでそれをつけてその先にマイクをつけて完了ですねよかったモトブログ全然できそうですどうやらねちょっと一個気になるのがこれをつけたときにですねヘルメットの干渉がいかがなものかとはいヘルメットつけました よかった。これ1個ね安心していいかもしんないね。ベストすぎるね。サイズ的には完璧ですね。僕はちょっとね、実際の人間の目線よりも少し上にしてるんですよ。これヘルメットのこの目線部分に対して少しだけ上に向かせてるんですね。ほんとちょっとですよ。ちょっとこれやりすぎだけど。まあそれぐらいの位置でつけても全く以前と同じぐらいジャストですね。変に干渉することもないですね。これで防水ハウジングつけずとも防水機能が得られますから、これかなり使い勝手としては単純に楽になるんじゃねえかって。 思いますね。これ1個安心だったらほんとこれが一番懸念事故でしたからね干渉しちゃったらどうしようと思ってさまたマウントの仕方からやり直さないといけないと思ってね僕が引きになってしょうがない部分が大丈夫だったというクリアできましたので、えー、早速ね電源を入れてちょっと中をいじろうと思いますね結構硬いっすね今回のフレーム鳴らしが必要ですよ鳴らし運転が取、まあ、ることないけどねフレームからねああるわあの毎回フレームから取って えー、バッテリーの交換をしないといけないからそれを考えると何気にこのフレーム一時取り出すのはめんどくさい気がしてきましたね電源どれおついたおお GoPro って書いてるセッションではなくてね GoPro Hero5 Black これをね買おうと、えー、決めた5つの理由を今日は話そうと思ってますで元ブログっていうかなり狭くてマニアックな使い方のねそういう観点から今日話をしますので初めて僕の動画を見る方はね言ってる意味が